するよ。任せて任せて。さあ、行くぞ。標的みたい。頑張って。
退するぜ。切り裂け。さて次に行くとすっか。くらいやがれ。いいものを手に入れたな。レアスラッシュ。あ、宝箱です。行くぞ。はっ、チャンスだ。ご天地。はっ、厄介ですね。交代するぜ。マキシマムレイジ。セイ。行くぜ。クロスドライブ。交代するぜ。
反応ありか。よし、これで道が開けたね。
代するぜ。せいせい。この圧倒的なオーラは何かの神器。どうやらとてつもない相手が待ち受けてるみてえだな。ゴー君、みんなどうか気をつけて。奇跡が起きるのは私も信じてるから。ああ、待っててくれトワネ。行くぞみんな。あ、神山温泉で現れた異界と似ていますが、迷宮にはなっていないようだな。時坂君、あれ。しおり、
しおり先輩。本当にあの子だ。眠っているのか。参ったか。時に戦ったのとちょっと似てるけど。いや、あんなもんとはまるで格が違うだろう。あんたは一体何者だ。どうして消えたはずのしおりがそこにいる。存在がこの世に残っていたなんて。神様。かつてそう呼ぶものもあった。いつであったかは覚えておらぬが、我は全てを見ていた。先の最悪も、こたびの異変も、どちらも歌方のように消えゆく先でしかないが。それって東京明細とこの前の異界か。それがサジとは恐れ入る。とにかくあんたが神様みたいな存在ってのは分かった。それはともかく、どうしてしおりがそこにいるんだ。因果ってのが元通りになって消えちまったんじゃないのかよ。長きの時、我は巫女を探していた。我に仕え、我を慰め、永劫を共に過ごす。同じ力？うん、そんなものとは比較にならないわ。世界の断りとも矛盾しない正真正銘の復活。まさに奇跡ってやつか。共に我と永劫を過ごしてもらおうかと思ったが、小さき存在が語りかけてな。そなたらが集う、せめてもの褒美として。そなたらがふさわしい。ったく、こっちはやっと諦めかけてたってのによ。時坂君、アスカ、
それにみんな頼む。生きるチャンスをくれて、あんたの試練全力で挑ませてもらうぜ。もう一度あいつの手をこの手で掴むために、あいつを苦しめ続けた嘘を真実に変えてやるために。ならば始めるとし、僕と味わうがよい。
どう来たか。たく、起こす側のお前が寝過ごしてんじゃねえっての。こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん。私。ここにいていいの？こうちゃんが、みんながいる、この、オリミアに。当たり前だろう。モリミアだけじゃねえ。どこにだって行けるぜ。人たちの思いが紡いだ。どうなってんだ。なんでみんなこんなところに。おい、こう、しおりちゃんも一体何が起きてんだよ。お前、思い出して。そうか、全部うまくいったんだね。もうさすがに小都合主義すぎるでしょ。顔をぐちゃぐちゃにして何を言ってやがる。ハッピーエンドってのはやはりいいもんだな。
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.